はいそれではお時間になりましたので、えー、最後のセッションですねちょっと寂しくなっちゃいますけど最後盛り上がっていきましょう、えー、では仙台育英の監督さんがサーバントリーダーそのものだった話ということで最後内イさんよろしくお願いいたします拍手はいよろしくお願いいたします、えー、楽しかったスクラムフェス仙台もあとこの一コマです多分皆さんがえー 楽しみにしているキンキンに冷えたビールまであと1時間弱となってまいりました私も楽しみでしょうがないですえー、っと、精一杯頑張ってまいりますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日は仙台育英の監督さんがサーバントリーダーそのものだった話っていうお話をさせていただくんですけれどもえー、もうほとんどこの一コマ前のボロだけさんとしのびさんの話ですなのでもしかしたら もしかしたらさっき聞いたじゃんっていうお話になるかもしれません。大変申し訳ございません。ご容赦ください。じゃあやっていきます。えー、っと、よいしょ。はい、えー、自己紹介簡単にさせてください。えー、内藤と申します。X 内番でやってます。えー、合同会社 dmm.com というところにおりまして、スクラムマスターやったり、アジャイルコーチみたいなことをやってて、自称出張スクラムマスターというふうに。 活動ししておりまますす、はい、簡単に会社の紹介をします、えー、何でもやってる DMM って言うんですけれども今回のキーノートの NELF、えー、の話を聞くとあっちの方が何でもやってんじゃんと思ったんで、えー、なるべくこれを使わないようにしていきたいと思います。 まあただ、ですね、あの60以上の事業を20以上のグループ会社で運営しているっていう、こんなあのアホみたいなスケール感でやっている人、なかなかいないんだろうなと思うので、ぜひこれだけでも覚えて帰ってください。はい、それでは始めにです。えー、こんな経験ないでしょうか、えー、チームがなんだか辛そうに見えるな、でもこうマネジメントとして自分の振る舞い方がよく分かんないなあというご経験、いかがでしょうか こどんずばで私だなと思います。で、今回、この右の書英の本、えー、今回発表するきっかけになったのが、えー、チームの臨読会で出会った、この仙台育英日本一からの招待幸福度の高いチーム作りという本なんですけれども、えー、高校野球の題材にしたマネジメント術の本です。高校野球そのものというよりはマネジメント術の本です。でこれを 臨読会で最初パッと読んですぐ直感したんですよ。アジャイルとかスクラムって言わないだけで、この本は本気のサーバントリーダーシップ本だなっていうことに、えー、直感しました。で、えー、とてもこう実践的で素晴らしい内容なんですけれども、ただこの著者の末さん、須監督の実践的ノウハウが本当にやたらめったら出てくるんで、全然けなしてる意味じゃなくて、本当にいい意味で <laughs> いっぱい出てくるんですよ。でも消化しきれないんで 今回は、えー、2つだけ、日々組織といく育成に向き合っている我々向けに2個だけピックアップしてお伝えできたらなと思っています。1つが課題、物事に望む心構えとかメンタリティ、えー、であとは、えー、2つ目、構造的に不確実性のある組織をマネジメントする方法。この2つお伝えしたいと思います。大体、いい本ってうまいことできてるもんで、大事なことは本の帯に書いてあるんですよね。 編集者すごいなと思うんですけれども大きい字からいくと人生は敗者復活戦とか日本一からの正体とか、えー、幸福度の高いチームづくりみたいなことがもう書いてあります。これをでもちょっと分かりにくいんでなんとなく耳なじみのある言葉に言い換えると、まあ、振り返り改善とか、えー、目標評価動機づけとか、えー、人材育成組織力強化みたいなことを、えー、書いてあります。 こういうことをやる人たちって、もしかしてサーバントリーダーって呼ばれるような人たちなのかなっていうのが、最初に私が思ったことです。高校野球の監督とサーバントリーダーの類似点を探ることで、組織マネジメントとか、まあ、そこの心構えについて学びを得たいなというのが、今回の流れになります。本日お伝えしたいことです。先ほどお伝えした通り、この2点、えーと、心構えと組織マネジメントについて触れられたらなと思っています。 アウトカムは、まあ、あくまで例としてですけれども、4つぐらい書きました。組織やメンバーと共に歩み寄り添う形で関係見直しに取り組むヒントが得られるかもしれない。2つ目、チームが目指す方向性を言語化して、繰り返し伝えるよう、反旗目標とかスプリントゴールの見直しに取り組むことができるかもしれない。3つ目、えー、期待の公開、えー、客観的な基準を用いて、個々を尊重して、えー 内発的なモチベーションを高めるコミュニケーションの見直しに取り組めるヒントが得られるかもしれない。最後に、組織目標をここ要素分解して、えー、取り組みと結果を振り返って、分かった因果関係から次の計画に反映するヒントが得られるかもと、そんなふうに考えています。ターゲットはスクラムマスターとかエンジニアリングマネージャーといったこう人と組織と育成に向き合っている方向けにお伝えできたらなと思っています。はい ちょっと前提のお話をします、えー、先ほどの本の著者、SA 監督のバックグラウンド簡単に書きました。えー、そうですね1999年に高校、えー、生になります、仙台育英です。でもここから大学卒業するまでずーっと裏方をやられます。選手は1年だけやって、あとはマネージャー、グラウンドマネージャーとか学生コーチみたいなことをやられます。 で2006年にその母校の中学校の仙台育英就校中というところで軟式野球部の監督になりますで。この頃のマネジメントスタイルは1から10まで徹底指導という形でしたで。本の中にもなんでそんなことやるんだろうなというのはちゃんと書いてあるんですけども高校で勝負をかけるためにはちゃんと野球っていうものを徹底的に理解してないとだめだよねだからここでしっかり仕込むんだよみたいなことが書いてあります。 えー、その後ですね、県大会を敗退したあと、えー、チームにスローガンを出します。日本一からの招待っていうスローガンです。ちょっと分かりにくいですね。日本語としてなんかちょっとおかしいような感じもしますで。解説が本人に書かれてありまして、えー、日本一とは勝ち取るもの以上に招かれるものである。日本一の方から招かれるぐらい、その本質を追求し、 チームが日本一にふさわしいあり,をあり様でいることまあめちゃめちゃ平たく言えば全力を尽くすみたいな感じでしょうかでこの後東日本大震災なんかも挟みながらも、えー、全国中学校の選手権で優勝を勝ち取るまでになりますこのまま中学の監督やるのかなと思ってたら2018年に、えー、仙台育英野球部の不祥事があって前任の監督が引責辞任されて で不祥事からチーム立て直しをしてくれということで急遽仙台育英高校の硬式野球部の監督に着任されます。でその年甲子園出たんですけれども敗退されて、えー、日本一までの千日計画っていう宣言をぶち上げます。この人だんだん見てるといろんな宣言よくするんですよ。千日計画やった後その翌年、えー、甲子園敗退してでもうだんだん面白い野球っていうので日本一取れる。 感じがしてきただ、その後、あのコロナで甲子園中止になったりして、ちょうど1000日後ぐらいの2021年、甲子園行くまでもなく、えー、県大会予選敗退みたいな形でがっかりしちゃう。ただ、そこだけで終わらなくてからのその翌年、東北勢初の甲子園優勝っていうのを勝ち取った。こういう、えー、挫折やピンチから学んで、 目標達成に生かすっていうことをずーっと繰り返された方です。はい。えー、高校野球についての、えー、前提知識みたいなのを少しだけご紹介します。一つ目は、高校野球って流動的な組織なんだよという話です。まあ、何かといえば、入学して2年半後には、もう引退して、もうちょっとすると卒業しちゃうっていうことです。 高校野球はチームメンバーが毎年入れ替わる、まあ、これが構造的に不確実性のある組織っていう言葉で表現しましたが、そこに対するマネジメントが求められるのが高校野球の監督なんだよねっていうような話です。もう1個は、高校野球は2つの側面があって、競技力、野球力を磨くっていう面以外に、教育の側面があります。人間力を磨く。まあ、例えば、 自分は一体どどううううしたたいいいんだろうどういう選手にななりたいのかなでそのために何が必要なんだろうか目標を達成するために自分は今どのくらい目標と離れててどう積み上げていけばいいのかでそ,こにそこの間に立ちはだかる問題は一体何なのかどういうふうに自分はその問題に向き合ったらいいのかみたいなことをこの高校の中で考えていってほしいというふう,いう,ふうにこの須江監督言われています。 高校野球は人間教育の側面を持っているなというふうに私は理解しました。課題とか物事に向かう心構えとかメンタリティの獲得を期待されている。まあ、そんなふうに理解しています。はい、ここまでが前提です。目次。えっ、ー、と、今日は2個のお話しますっていうふうにお伝えしました。まず1個目のお話いきます。えー、そもそもサーバントリーダーってっていう話をするんですけど、さっき聞いたじゃんっていうのは、 あのちょっとごめんなさい。<laughs> 改めてです、えーと。自分なりにちょっと調べてみようと思って、社内のチャット GPT に質問したんですよね。特徴3つ教えてっていうのと、メリット1つ教えて。そうすると、いっぱい細かく書いてあるんですけど、サマリーとしては、えー、特徴は他者優先とか、共感と理解とか、謙虚さと奉仕の精神だよっていうふうに言ってます。でメリットなぁにって聞いたら、チームの高いモチベーションとエンゲージメントが得られるよっていうふうに書かれてました。まあ 一応念のためと思って、ウィキペディアの方も見てみました。サーバントリーダーシップっていうのは、リーダーの目標は奉仕することであって、それはそのリーダーシップの哲学なんだよと。まあ、通常の従来型のリーダーシップとは異なって、えー、と従業員の能力開発とかパフォーマンス最大限高める効果がありますとか、えー、従業員のコミットメントと関与が高まることで、組織も成長するっていうメリットもあるよというふうに書かれてました。まあ、大体同じようなことなのかなと。 でサーバントリーダーって、じゃあ、バクッとまとめると何だったんだろうかというのが、自分なりに書いたものですけども、スタイルとしてはメンバーに奉仕するリーダーシップで、従来型とはちょっと違うよと。やることとしては、メンバーが全力を発揮できるような環境を整えるとか、メンバーのニーズを優先したり、意見を積極的に取り入れたり、成功と成長を支援したり、幸福を重視したり、みたいなことがやること。期待される結果としては、 メンバーのモチベーションの向上、チームのエンゲージメントの向上、まあ、結果的に組織の生産性とかパフォーマンスの向上というところが狙えるか、そんなことを、えー、まサマリーとして書きました。じゃあ、高校野球の監督はそれに対してどんな心構えでアプローチしているのかなと考えてみると、なんかこんなような話がいっぱい出てくるんですよ。で、もう多すぎて読めないんで、1個だけ。 指導者はモチベーター、教育者はクリエイターっていう話が出てきます。これ実際の本から引用したんですけども、読みますね。私が考えているのは、全員の幸福度を高めた上で、日本一から招かれる。そのためにも、指導者はさまざまなアイディアを提示し、選手たちが前向きに走れるようなマネジメントが必要になります。指導者はモチベーターであり、教育者はクリエイターでなければいけないというのが私の考えです。 もこののよううに書かかれれてていまますすそれ何なのかなともうちょっと分解して考えます指導者はモチベーター、教育者はクリエイター。これは日本一を目指して、日本一から招かれるほどに全力を発揮して成果を得るには強いモチベーションが必要です。しかし、えー、と就任当初、えー、選手たちは不祥事から、えー、不祥事を起こした選手。 を攻めるような気持ちがあったり、そんな選手のことを止められなかった自責の根にかられるみたいなネガティブな状態、モチベーションが下がっている状態でした。とすると、強いモチベーションが発揮できないという状態なので、まずはモチベーションの回復を図ろうと監督は思われました。幸福度を高めるっていうことにアプローチしますでその時に実践されたのが3つです。 面白い野球ということと、日本一激しいチーム内競争、あとは人生は敗者復活戦、振り返りのことですね、ということを、えー、目標に取り組みされました。これは勝利、もしくはその勝利への貢献を全員で実感してもらい、達成感とか自己肯定感を取り戻してもらおう、得てもらおう、それで、えー、自分の強いモチベーションを回復していこうと、そんなような狙いがあります。 加えて、えー、その幸福度を高めるために選手たちの、えー、選手たちとのこう関係構築にもアプローチされます。でこれ僕、結構好きなんですけども、選手の練習風景を見ながら、えー、何か気になるところがあったら、近づカつカ,カと寄ってって、どうって聞くらしいんですよ。何がどうとかじゃなくて、どうって必ず聞くっていうふうに本では書かれてます。どうとと声をかけると かけられた選手の方から、ちょうど自分が今、課題に感じてるって思うことを自分で返してくる、いや、実はちょっとバッティングのここがとか、ピッチングの,あの請求がとかいうようなことを自らこら言ってくれるらしいんですね。で、それをさらに積極的なワンオンワンで傾聴しまくるとか、まあ、選手たちの考えとか理由を丹念に問い続ける、なぜあなたはそう思ってるの これをやった結果、どういうことを期待してこの練習しているのみたいなことを、念に丹念に問い続けて、その選手の相談役に徹するということを、この制監督はなさっています。また、そのクリエイター、教育者はクリエイターという目線で言うと、困っているときにその状況をただ受け入れて諦めるのではなくて、えー、今何ができるかということに心を砕くということなんですけれども、例えばコロナ禍。 えー、この中で、そもそも野球、スポーツ、その試合、練習もできない、そういう状況になったときに、えー、一番困ったのが、進学先を探すことらしいんですよ。野球選手は、えー、例えば大学に進学してい、えー、く場合、大学のセレクションを受けてで、そこで目に留まった選手が大学に来ないかって言われる。 ただ試合もなければセレクションもなくなってしまったので進学できないというふうに3年生がどんどん増えましたじゃあどうするんだでは諦めるんではなくてここで考えられたのが選手のプロモーションビデオ PV を作ろうということです作ってセレクションの関係者に送ってうちの選手こんないいとこあるんですよというのを伝わるように各大学に配布されたということを書かれています あとは、そもそもの選手たちのモチベーションが落ちないように、えー、日々のつながりを失わないように、リモート会議、例えば Zoom とか、例えば日々の練習をスラックに流すとかいうことをやられてたと聞いています。あとはですね、これはあの教育の一環の側面強いなと思ったんですけれども、写真入りの選手メーカーを作って各選手に配布したそうです。でその選手名も この選手はこういういいところ、悪いことがあるっていうのも含めた上で、自分の期待、もっとこうなってほしい、今のこれをこのままずっと伸ばしててほしいみたいな期待値の共有もされたそうです。はい、でそれをこうサーバントリーダーシップっていう観点でちょっとまとめ直すと、えー、とこの右下の方のところに書いてありますけども。 メンバーに奉仕とか、まあ、モチベーション向上とかエンゲージメントっていう観点で全部やってきたことが整理できそうだなというふうに感じましたやっぱ須監督サーバントリーダーじゃんっていうふうに思ったんですねなるほどじゃあ自分の自分にとっての全員の幸福度って何かなっていうのをぼんやり考えてみたんですよそうだな提供したものが喜ばれたら幸福度高いかな嬉しいかな 感謝したり、感謝されたりされたら、えー、嬉しいかな。自分一人じゃないや、助けてくれる人がいたり、自分が助けたいと思うような人がいる、孤独じゃないなと思えたり、これやってよかったな、こんな大変なことあったけど、あなんかこう、ハッピーだわ、みたいな実感ができたり。これ、なんかどっかで読んだことあるなと思ったら、Google リワークの,あの効果的なチームとは何かの話にすごく近いなっていうような気がしました。えー インパクトとか、相互信頼とか、心理的安全性とか、仕事の意味とか、えー、構造と明確さみたいな話ですね。あ、なんか自分の中でもそんなに遠くない存在なのかもしれないな、とリンクしたものを感じました。はい、えっ、ー、と、今日二2つのお話しますって言ったうちの1つ目終わりです、えー。課題や物事に臨む心構えとかメンタリティっていうことについて、指導者はモチベーター、教育者はクリエイターっていうお話をしました。 でまあ、サーバントリーダーシップを、えー、とかなり近いものを持たれて、えー、アプローチされてるんじゃないかなというふうに思いました。日本一から招待されるぐらい全力で本気を出して、そこを目指す、そのためには強いモチベーションが必要で、強いモチベーションを得るために全員の幸福度を高めようというアプローチを取られたということでした。はい、えー、次の章いきます。 えー、構造的に不確実性のある組織をマネジメントする方法ですで、構造的に不確実性のある組織なんだっけっていうのは先ほどのスライドを再掲するんですけれどもまあ、いわゆる人材流動的な組織っていう言い方なのかなと思いますただまあ、冷静に考えると入学、引退、卒業がなくても日本一激しいチーム内競争を行われてるんでメンバーなんかしょっちゅう入れ替わるじゃんと思いました これあの、エンジニアの会社でも、まあ、一緒かなと思ったんですよね、3年同じチームにいる人ってそんな多くないんじゃないですかねっていうのも思ってあ、案外そんな特殊じゃないかもっていうのをちょっと思いました。まあ、でも、いずれにしても、俗人性を排除した方法で、強く選手たちをモチベートして組織運営する必要性があるんだなというふうに感じます。じゃあ、高校野球の監督、どんな方法で組織運営するんだろうと。 やっぱいっぱぱりりいいいいい書いててるんでですすよでもうう読めないんで1個だけ <laughs> チーム作りは文化作りっていう言葉が出てきます僕、すごい好きで一番最初に1000ギュッてラインマーカーを引いたところなんですけども日本一激しいメンバー争いを勝ち抜くためには自ら練習するのが当たり前という空気を作ってくれたのが就任1年目の2018年世代でした彼らに繰り返し伝えていたのはチーム作りは文化作り 今後5年10年と続いていくような文化を作り上げてほしいという話です不祥事からのリスタートだったこともありチームとしての土台を築くことに特に力を注ぎましたこんなふうに本で書かれていますそうですね、リスタートなのでまずチームとしての土台作りに注力しようというふうに、えー、監督思われました で、人材流動性からも人が入れ替わり、年月が経ってもそこにあり続けるものに投資をしよう。そんな風に考えられたんだと思います。それが文化です。税監督の言う文化は、その土地の水や空気や言語のように存在するもので、まあ、転じて仙台育英野球部が当たり前に取り組むもの取り組むのが当たり前のもの、まあ、こんな風に表現されています。 その文化は最上級生が手本となって下級生伝えるという形で、えー、例えば伝承試合と呼ばれるものをやられたりして、えー、夏の甲子園が終わった後7月の末にやられるらしいんですけれども、えー、まさに背中で自分たちの行動態度で全て示していくこれで文化を継承していくということです、まあ、ただ 締め直すのはやっぱ大事だよっていうふうに書かれていて、人材流動性からも、いつしかその文化が風化したり、陳腐化したりしちゃう、これはもう不可避です。なので、定期的に注意喚起をするっていう形で締め直しをしますと言われています。あとその文化っていう意味でいうと、激しい競争を戦ってもらうためには、公平で客観的な基準で評価されたい。 そうじゃないとモチベーションが保てないでしょうというところもあります。曖昧さを排して、公平な競争を促す話です。そしてあとはそのチームを作る、チームビルディングという観点でも、えー、少しお話しされていて、えー、まあ単独のリーダーシップの結果じゃないチームがまとまるのは、単独のリーダーシップの結果じゃなくて、むしろ各自の自立でチームとしてまとまるんだと。まとめるんじゃなくて、まとまるんだ。 といいうふうふに言われています、えー、と絵本作家の,あのサンテグ・ジュペリさんの愛の話っていうのを引用されていて愛とは互いに見つめ合うことではなく共に同じ方向を見つめることだっていうふうに書かれています。これはうんと優しさは想像力っていう話もされているんですけれども野球をする勝利を目指すっていうことに視野共作に臨んでしまうと結果 俺が、俺がみたいな、利己的になっていってしまう。でなりすぎるのはさすがに良くない。チームとして機能する必要がある。今のあなたたちは、すごい一生懸命練習しているけれども、そうじゃない、足りないのは優しさだよ、お互いを認め合うことだよというふうにおっしゃってます。これもやっぱりサーバントリーダーシップ的な観点でまとめ直すと、ああ、全部サーバントリーダーだなというふうに私は感じました。 で自分にとって文化って何かなっていうのちょっと考えたんですよね、うん。例えば、チームを最初から立ち上げるときにインセプションデッキ作って、自分たちってどういう存在なんだっけっていうのをゼロから考えて培ってきたものとか、あなんかそれいいよねっていうふうにトライとして積み重ねていったもの。あとはた、他愛のないチームのノリとか、あとはチームの、えー、と標語にもなってるんですけど、 感謝と尊敬みたいな言葉とか、かそういうので、歴史とか勢いとか没入とか雰囲気、共感、期待みたいなのを僕はこの文化っていう言葉から連想したんですけど、なんかいい例えないかなと思って、なんかヒット映画の第2弾とか思ったんですけど、全然違うなと思って、もうちょっとこれはの飛ばします。はい。えー、っと、2つ目のお話終わります。構造的に不確実性のある組織をマネジメントする方法として、チーム作りや文化作りっていうお話をしました。 日本一から招待されるほどに、えー、頑張るためには、人材の流動性に耐える仕組みが必要、そのために文化を作っていこう、それを維持、運営していこうということを考えられました。思ったより早いペースできておりますが、ちょっとビール飲みたさに、えー、早口になったと、ご容赦ください。<laughs> はい、おさらいいしていきます 今日は2つのお話をさせてもらいました。まあ、ただちょっとちっちゃいんで大きくします。こんな感じ。えー、最初は課題や物事に臨む心構え、メンタリティというお話をして指導者はモチ,ベーシーモチベーター、教育者はクリエイターというお話をしました。えー、全員の幸福度を高めて日本一から招待されるようになるために強いモチベーションを持てるようにしましょう。2つ目のお話は構造的に不確実性のある組織をマネジメントする方法として、 人材流動性に耐える文化というものを作って、チーム作りに生かそうと、こんなようなことをなさってます。まあ、具体的にはいっぱい細かい話あるんですけれども、つまりサーバントリーダーってメンバーをモチベートしてより良い振る舞いを組織の当たり前まで落とし込む人なのかなというふうに考えました。で、それを考えて実践できる,のできる人のことじゃないかなと思いました。はい、えー、最後にです。 せっかくなので聞かせてほしいなと思うんですけれども、あなたは何に奉仕する人ですかあなたはなぜ奉仕するんですかあなたはどんな日本一から招かれたいですかみんなで今からサーバントリーダーしまくりましょう。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。 ナイバさんありがとうございますなんかあのタイトルからもっとこう精神的な話かと思いきや、かなりこう構造的に分解された具体的な話で、とてもびっくりしました。ありがとうございますちょっとお時間もあるところなので、バンバン質問を取っていきたいなと思うので、一人一個考えて今、手を挙げてほしいんですけども。<笑><笑>じゃちょっとあのコメントとかもみ5つなんですがちょっとあの、ゆっくり考えて大丈夫なので、ぜひ質問ある方、よろしくお願いいたします。 すいませんリハでは35分ぐらいはあったんですけども、10分も巻いちゃって。なんか逆にあの結構詰まっ、スライドかなりこう詰まってたのを、まあ、サ,サクサクいった感じもあったんですけど、追加でなんかもうちょっと話したかったんだけどなっていうのがあれば全然、<laughs> あっ、ありがとうございます。じゃあちょっと今のちょっとなしで。はい。<laughs> <laughs> じゃあご質問お願いいたします。すみません、ありがとうございます。 あのまあ、今回ちょっと仙台、場所が仙台というところであの、まあ、仙台の,あの監督のお話をされたと思うんですけども今、の今日のこのプレゼンを聞いてあの、まあ、いろんなスポーツの監督っていらっしゃると思うんですねあの、まあ、サッカーだったりとか、まあ、野球もそうですけどサッカーだったりとか、まあ、そういった部分のなんか監督の,あのところもちょっと自分も興味を持,持ち始めていただいて。 そ,その辺のところも、やっぱあのいろんな監督の考え方とかが見,見たりとかされてたりしまますすかありがとうございます、えー、そうですね、今回、このプロポーザルを出すにあたって、3つの偶然があって、まあ、今回、出すことになったんですけども、ちょうどチームの林道会で読んでた本がこの本だったとっいうことと、ちょうど読み終わる頃がまだスクフェス仙台のプロポーザル募集時期だったとっいうこと,と。 で、で出しししたたら通っっちゃあ <laughs> ありがとうございますありががととううごごござざいいいいままますすすすす嬉嬉くそんな3つの偶然重なっただけなんで別にあの僕はあの監督業にめちゃめちゃ目覚めてるとか野球めっちゃ愛してるとかそういうのはないんですけれどもただただなんかこの本読んでびっくりしちゃうんですよね。もっとなんかあのアジャイルって書いてないとダメなのかな本から知識を得るにはとか。 えー、思ったんですけど、割と身近なところに組織とか人をマネジメントするために心を砕いて、しかも成果を出されている人たちがいっぱいいるんだなというふうにか考えることができるきっかけになったのは本当そうです。おっしゃる通りかなと思います。で、まあ、今後それを生かしていくかどうかは、まあ、皆さんのアンテナ次第だと思うので、なんかなんていうんですかね、いい話だなって思ったら、どんどん周りに展開したら、 なんかあだったら俺そういうのも知ってるよみたいな感じで、もっと学びが増えるチャンスえっ、ー、と増えそうだなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にあの、だら IT とか開発に関わらず、いろんなところにチームってあるので、そういうところからどんどん学びを得ていくって素敵だなと思いました。ありがとうございます。コメントの方で質問来てるので、先にそちらいいですかね。はい。 じゃちょっと読みましていただきます、えー。質問です。チームの輪読会で読み終わってチームで変わったこと、自分が変わったことなどあれば教えてくださいということだったそうです。はい、ありがとうございます、えー。そうですね。この本を読んだのがちょっと前で、もう今新しい本をユーモアの本を読み出しちゃって、頭の中がそっちの記憶でだいぶせん <laughs> 利用されちゃってるんですけどもこの本読んで何か変わったことがあったかですよね。えー、そうですね。やっぱり一番あの、今回2つお話ししましたけども、えー、っと、モチベーションをどう維持、強化していくか。まあ、つまり、野球にしろ、仕事にしろ、機械がやるんじゃなくて人間がやるんだと思えば、その人間がベストを尽くすために、 努力をするべきだな、僕らマネジメントは。というふうに改めて考えられたことはとても良かったなと思いますし、えー、お話の2つ目に書かせてもらった通り、あっという間にチームは風化するし劣化するということを改めて、えー、考えられたところで、その文化っていうのは特に今自分がいるチームで 今度チーーームリーダーを交代ししようとしてます自分が今チームリーダーなんですけども後任のチームリーダーを育てたのであなたにバト,ンパバトンタッチしますっていうそんな状況なんですけども文化を人からうまいこと俗人性なく切り離すというとなんかちょっとうまく伝わらないかもしれないですけど人が変わっても大丈夫っていう雰囲気を作る努力はやっぱり必要だなというふうに思いまして。 あのスクラムマスターも自分がいなくなるのがゴールみたいな話、よくあると思うんですよね。そういうところにもつながってくるなと思って、な結局一緒のことじゃんみたいな気づきが得られたのは、とても学びだったかなと思います。そういう意味で、えー、と変わったこと、改めて気づかされたっていうところで変わったことと思っていますといますありがとうございます。他に質問ある方いいらっしゃいますかね どうしましま時間でこう質問バンバンコーナーをするか早めに切り上げて私がカラオケでもするから、ね、<laughs> 悩んでるんですけどそうですね<あ>質問いいですありがとうございますあ,ありがとうございます,いますプレゼンテーションありがとうございます、えっと、文化の話が結構面白かったなと思っていてでえっと、まあ、僕もあのスポーツとかやっ,ぱやってたので <laughs> 高校時代とか大学時代とか考えた時に文化 っってていううものってこうどんどん年月を積み重ねていくとこう伝統だったりとか慣習みたいな言葉に言い換えられていってでそれによってこう自分たちが身動きを取れその世代の人たちが身動きを取れなくなっていってしまうような場面っていうのもあるのかなっていうのを僕の学生時代とかを考えて今なんか思っていてでこの仙台育英さんの場合とかだとま,あまだ今文化を作り始めたタイミングなんだとは思うんですけどまあそういう未来でその今この 一気で作った文化っていうのが足かせになっちゃうような場面みたいなのをなんか想定してやってることだったりとか,なかそ,そういうことが起きたときにどう対応しようみたいな話とかってあったのかなっていうのが気になって質問させていただきましたありがとうございますえっ、ー、とそうですねありますありますえっ、ー、と文化あ、ま、アンラーンみたいな文脈かなと思うんですけれどもえっ、ー、とこの本の中に やたら出てくる言葉シリーズで、えーと、振り返りめっちゃ出てくるんですよ、実は。で、何振り返るのって言ったら、ま、失敗は当然振り返る。うまくできなかった理由を徹底的に、えー、原因を理解して、そのために、それを解消するために、自分はどんな練習をしたらいいのか。で、そのために、すごいなと思ったのは、どんな練習をしたかちゃんとメモしろっていうふうに書いてある。<laughs> 結局事実ベースで振り返りしろよっていうことを徹底的に繰り返し繰り返しあの伝えるっていうことに心を砕かれていて去年うまくいったから今年もうまくいくではなくてあなたにとって何がプラスになる行為であなたにとって何がマイナスになる行為なのかっていうのを徹底的に振り返らせているっていうのはもしかしたら今のご質問の答えなのかなと思いますし。 あとはこの方選択練習ってていいうののを取り入れられらますこの人は基本的には徹底的にあの基礎を積んで積み重ねてその上で徹底的に約束事を作るんですね例えばこの場面でランナーは何点何メートル離れて必ず右足からスタートするとか,なんかそういうようなこともルールとして決めてるんですよ なぜかというと、余計なことを考えなくて済むからで、余計なことを考えなくて済む先に何があるかというと、自発性とか自由な領域、自主性を受け止められる余裕みたいなのが出てくる、そういうことになっていて、結果、振り返りをやるために、事実を積み重ねてっていうのをぐるーっと回していくと、自主性につながるみたいなことが書かれているんですね。 そういうようなことで去年を鵜呑みにするじゃなくてそもそも人が三分の1入れ替わっているので去年と同じことやってもダメだよねあなたはどうしたいのじゃあそのためにどうするのっていうのをひたすら問い続けるみたいなことをやられているって書いてありましたありがとうございますめちゃめちゃ面白いですなんか文化ってこ気づいていくものなのかなって僕思ってたんですけど積み上げていくものっていう感じに想像してたんですけどどちらかというとこう作り続けるというか作り変え続けるものっていう アプローチをその事実ベースからやってるんだなっていうのがすごい分かったのであのめちゃめちゃ参考になりましたありがとうございますありがとうございます僕こんな偉そうなこと言ってますけど基本的に今日言ってる話全部他人のふんどしなんで <laughs> あの僕が偉いんじゃなくて末監督が偉いと。僕はたまたまあっ 解釈したらこういうことぐらいの感じでやってるんであの今日他のセッションの皆さん自分の血と汗と涙の話されてますけど僕は基本全然汗をかかずに本を読んでこういうこと言ってたよっていうだけなんでちょっとあの今申し訳ない気持ちになってますはいありがとうございますなんかコメントでも v i さんがですね振り返りをやるために事実を積み重ねると実践につながるっていうのはちょっとあの言葉のチョイスしてくださっていてはい、本当にこの通りだなと思いましたありがとうございます 他質なければ、ちょっとあの、なんか、私からちょっと質問いいですか、ちょっとあの直接、ここの本のテーマと関係ないんですが、なんかあの、林読会で、こういった野球の、なんか一般的にはこう、なんか、サーバントリーダーシップとは思えない本のチョイスだったりとか、あとはその、さっきユーモアの本などもあったんですけど、林読会でどんなチョイスの仕方を。 してるのかこうそういう幅のある本の選び方をぜひしたいなと思うのでどんな選び方をしてるかぜひお聞かせください。はい、ありがとうございます、えー。最初はそんなことなかったんですよ。アジャイルホゲホゲとかスクラムホゲホゲみたいな本とかいっぱい読んでたんですよね。で、だんだん飽きて、うん、なんだ、言葉がよくないですよね。うんと、もういっかなみたいな時期ってやっぱあるじゃないですか。<laughs> これを手張りの何というかみたいなのをちょっと置いといて、うーん、みたいな時期があったんであの、自分たちの好きでやる行為だから、んだろうな、もうちょっと幅を広げるというか、遊びみたいなところもあった方がいいかな、みたいなのがあって、まあ、たまたま出してくれたのが、そのチームで一番若い人だったんですけども、実はなんか、こんな本があって、 なんかチーム作りみたいな観点で案外いけるんじゃないですかねって言ってで全員で投票して1番になったんでああじゃあこれ読むって話になりましたただ自分自身は全然乗り気じゃなかったんですよ最初これ読んだ時いやいやいや野球でしょみたいなところあすいません野球好きの人すいません すいませんあの僕あのあんまスポーツやらなくて野球に共感できないなって思ってたんですけども、まあ、これも何かの縁だよなと思って読んでみたらあの冒頭の通りすっごいそれっぽくないかみたいなので面白くなっちゃったんですよねでも最後まで一気にずっと読みきったみたいな感じなんですがその偶然の出会いみたいなものは割と大事にしたいなと思ってますし自分がこれをやりたいっていうよりは 他の人がやりたいって言ったことの方が、もしかしたら学びの幅広がるのかなみたいに感じたりします。なので、セレンディピティって言えばいいんですかね、はい、分かんないですけど、えーと、なんか面白いの出てきて、そこから何を学び取るかっていう読み方もあるな、みたいに思ってます、はい。ありがとうございます。なんかこう、まさにチームでやる意味ってそこにあるのかなと思っていて、自分の限界を超えたところに新しい知識があるってことですごく参考になりました。ありがとうございます じゃああのちょっと質問攻めにするのもなんかあれがあのいや大丈夫です、ビールがあると思えば全然頑張れますた、ねはい、だ、なんかあのこう早く終わって、逆に質問タイムするとこんだけ深掘りできるなっていうのを今回、なんかいい気づきだなと思うので本当ありがとうございます。本当,はい、本当すみません。んタイムマネジメント、本当にあのい解像度が上がっていく感じがあって、すごく素敵なセッションになってるかと思います。すね他にあとじゃ質問ある方いらっしゃいますかね。大丈夫ですかねコメントの方も 大丈夫かと思うので、じゃあちょっとあのあですね。次のビールを少し我慢する時間を作ってお預か,かせて <laughs>、はい、楽しみにということで。はい。では、えっと仙台育英の監督さんがサーヴァントリーダーそのものだった話ということでナイフーさんでした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。<laughs>